どうも、ココレア TV のココです。今日はピカソラテをご紹介したいと思います。皆さん、ピカソラテって知ってますか？はい、こちらが、釜山のカフェでですね、ちょっと有名になったドリンクなんですけれども、普通の、まあ正直言ってカフェオレです。はい、カフェオレなんですけど、そのカフェオレの底の部分ですね、下の部分にすごいカラフルにですね、ピカソみたいに本当にいろんなカラーでこうピッ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 と、なんて言ったらいいの、あれ何なんだろう、食紅なのかな、まあ、そういうデザインというか、そういう演出が施されているドリンクをピカソラテと言います。で、それが結構韓国でしか飲めないと私は思っていたんですよ。韓国のマップさんにまた行けたら、そうやってピカソラテ飲んでみたいななんて思ってたんですけれども、なんと、新大久保とですね、シークレットカフェという場所でですね、なんとピカソラテがありました。はい、実際に頼んでみたので、その写真も載せておきますが、本当にもう超ピカソラテだった。ちなみにですけど、味は本当に至って普通のカフェオレです。で、面白いのが、そのまま飲めばそれは残るかもしれないが、もうぐちゃぐちゃに混ぜちゃうと、その人のその分量のね、具合で、なんかパープルになったりとか、ちょっと緑っぽくなったりとかします。その色のね、食紅の色のこう配合によって。で、私は全部混ぜたら紫芋みたいな色になりました。で、味は至って普通の本当カフェオレなんですけど、見た目がとにかく可愛いです、ピカソラテで。ちょっと気になったのが、なんかね、面白そうな パフェ、お花のパフェみたいなのもあって、まあ残念ながら夜に行ったので、お花のパフェは全部売り切れていて、でもピカソラテはいつでもできるみたいなので、ぜひぜひ注文して飲んでみてください。なかなか新大久保のカフェでね、結構こう韓国っぽい個性のあるドリンクって意外と飲めなかったりするので、おすすめです。新大久保行った際はぜひシークレットカフェに行ってピカソラテをちょっと飲んでみてください。とにかく見た目可愛いのでおすすめです。はい、ということで今日は、ピカソラテをご紹介いたしました。じゃあねー、はいのん。韓国情報だったり韓国エンタメ情報、俺ちゃんメイクだったりグルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。